赤袖帽子インコは、オウムメインコ科に分類される鳥類。ブラジル全長32センチメートル。オハは短い。全身は、羽毛の外縁が暗色な緑色の羽毛で覆われる。顔やももは赤い羽毛で覆われる。オハの色彩は緑色で、先端は黄緑色。外側オハの内外側から3枚までのう軸の内側基部には赤い斑紋が入る。翼は緑色で、 初列服や赤い人間でいう手首を覆う翼の色彩は赤い。風切りは先端は青紫色。光彩はオレンジ色。くちばしの色彩は紅白色で、上、くちばし基部の色彩はオレンジがかる。講子の色彩は肺褐色。メスは初列服や翼角の赤色部が短石色。主に標高300から1000メートルにあるパラナマツからなる森林や、 下半輪に生息する。季節によっては、巻きか,からなる森林へ移動する。非繁殖期には30から50羽からなる群れを形成する。植生は植物食で果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。旧翌1月に地表から平均6.5メートルの高さにある軌道に、1回に2から4個の卵を産む。 飼育下での放卵期間は26から27日、ひなは50日以上で育つ。開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより、生息数は激減している。以前はアルゼンチンやパラグアイ東部にも分布していたが、生息地が消失したためまでにしか確認されない。1994年における、 生息数は1万は、1996年における生息数は12,600羽、1997年における生息数は13,600羽と推定されている。ありがとうございます。